こんにちは、青山聡太です。今回は渓流釣りに来ています。といっても今禁漁の時期なので管理釣り場に来ています。で、今回は釣りの師匠でもある鈴木さんと一緒に来ております。まあ、管理釣り場なんでちょっと釣れたらいいなっていう感じなんですけども、どうやら鈴木さん情報によるとここの管理釣りはなかなか渋いみたいなので、ちょっとまずは一匹釣るまで頑張ってみたいと思います。では行ってきます。バラした。くそ。ああ、まただ。タイミングが合わん。わあ。こんなんばっかりじゃん。よいしょい。来たよ。いしょ、にじます、にじます、ゲット。ありがとうございます。いや、ようやくにじますを一匹ゲット。この調子で釣り上げられたらいいな。
今から上流部へ移動します。上流部の方が難しいんですか？うん、すごい擦れてる。擦れてるっていうか、うん、本数がいないのと、うん、あと、まあ、擦れてるのと、結構難しいシビアな釣りになります。チャレンジしてきます。はい、なんか途端に自然渓流っぽい感じになってきた。ほら、釣れるかな。ちょっと頑張ってみます。さはい、ふぅ、よっしゃー、よしよし、立て続けに2匹ゲット。ちょっと移動します。この調子。
どういうとこでか。ここがラストかな。ここまでっぽいですね。じゃあちょっとここで粘ってみたいと思います。釣れるかな。風強えな。時間になったのでそろそろ戻りたいと思います。いやー、管理釣り場だけどやっぱり釣れると楽しいよね。いや、前回が1匹だけだったので今回ちょっと釣りたいなと思ったのでよかったです。これからも、釣りの動画であったり山登り、ボルダリング、いろいろ動画を上げていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。いやー、よかった、釣れてー。